時に最初ソロデビューをして、うん、その後20歳一回辞めて20歳の時にまたスーパーモンキーズのリーダーとして、はい、デビューしたんですけど、もう CD1 枚目出て3ヶ月後に辞めました。あのちょうどアイドル時代ちょっと一緒だったんですよ。そうなんだ。楽屋で一緒になったりとか、はい、歌番組で一緒になったり、それで気がついたら本当に急にいなくなられたんでなんかあったのかなと思ってもうあのやっぱりデビューしてみたらあの波江がすごくて、もうここでどんなに頑張っても彼女は超えられないと思ったので、間違ってましたか若い時から。そうです、あのもう歌とダンスがすごく好きな子で、もうとにかく練習するというよりも好きで歌わずにはいられない、踊らずにはいられないっていう子で、もう本当にそのスーパーモンキーズ初期はあのレジの前のスーパーマーケットのレジの前の営業とかもあって、お客さんも全然いないところで歌わなきゃいけなかったんですけど、私はもうやだなこんな仕事って思いながら行ってたのに、彼女は14歳で歌える踊れることがすごい嬉しいってものすごく楽しそうに、うわすごいわ、そうなんですよ。だからもう意識が全然違うと、でこれだけ才能があって好きな子がその努力をするからスターになれるんだなと思ったら、才能のある人が的を得た努力をしたらこれはもう敵なしですわ。いやもう叶わないと思いましたね。そのスーパーの前でも踊れるわ歌えるわって逆ですけどね、普通はそんなところできませんよとか言った人が大物になって食ったりするんだけど、逆なんだね。そうなんです、レジ打ちのおばさんしか見てないんですよ。それでも全力でやるみたいな、それでも楽しくて、おばちゃんしか見てくれないなって、いやなんかさ高音機の横で漫才やらされた時帰ってきたもん下積みの時。